こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。自衛隊でも古い戦闘機といえば F4 ファントムでしょう。実際に F15 戦闘機が出てきた時は、F4 ファントムはかっこ悪いと感じていたのですが、今の年齢になると意外にかっこいいと気づいたのです。しかし、戦後ベトナム戦争で活躍その後世界でも数千機が売れたヒット戦闘機なのです。自衛隊でも特に多くの F4 ファントム戦闘機を使うことになりました。操作は相当難しいみたいですね。F1 の中島悟さんやアイルトンセナ時代の F1 マシンみたいな感じといえば、わかるでしょう。ほんと、今の時代とは違う F1 マシンでした。クラッチを踏んで、ミッションを6速までシフトチェンジしていく制御も、自分のハンドリングで技術を補うここまで行ったらわかるように、F4 ファントムも同じようなものです。操縦レバーに伝わる感覚を頼りに飛行するといった感覚でしょう。それももう。2020年度末をもって、すべての機体が航空自衛隊での退役を迎え、航空ファンならずとも、誰しもが一度は見たことであるであろう。その、武骨でタフな戦闘機は役割を終了した。なんと、50年近い期間にわたって収益を続けたこの機体こそ、F4 ファントム2戦闘機であり、航空自衛隊での正式名称では F4EJ と呼ばれ国内で、ライセンス生産されたものだった。日本では航空自衛隊の戦闘機なので少し意外に感じられるかもしれないが、実はこの F4 ファントム2戦闘機は本国アメリカでは海軍の航空母艦の艦載機として開発された機体だ。最大速度時速マッハ 2.2 以上を発揮する双発の強力なジェットエンジンを搭載した F4 ファントム2戦闘機は、その信頼性や高性能さから海軍のみならず空軍でも採用された。こうして通常の滑走路から離陸する機体となった。F4 ファントム2戦闘機は西側諸国に広く採用されることとなり、全世界で5000機を超す生産数を数える傑作機となった。航空自衛隊での収益こそ1971年ではあったが、アメリカでの開発は、その13年前の1958年にも遡り、そこから起算すれば、実に60年を優に超えたロートル期でもあった。当時の世界情勢は、アメリカ側の西側とソ連を中心とする、東側陣営に二分されており、この冷戦構造の下では、戦闘機の進化も早く、航空自衛隊も、1981年には F15 戦闘機の導入を始めた。それでも、この後も航空自衛隊で F4 ファントム2戦闘機が、現役を続けることとなった背景には、F15 戦闘機を保管するはずの国産 F2 戦闘機の開発の遅延が影響を与えた。ご存知のように F2 戦闘機はアメリカの F16 戦闘機をベースとして開発されたが、当時は全く独自の開発を行う可能性もあったため、その決定にタイムラグが生じたのだ。結果としては、政治的決着によって F2 戦闘機の開発のベースには F16 戦闘機が選定されたが、この経緯は今も迷走を続けける F2 戦闘機の後継機問題をも暗示していたかのようである。
話を航空自衛隊の F4 ファントム2戦闘機に戻すと、同機はもともとは敵戦闘機と対峙する役割を担う聖空戦闘機であったのだが、前述の理由から対艦対地攻撃の機能も求められることになった。こうして追艦対地攻撃に向けた兵装を付与された F4 ファントム2戦闘機は、全体数154機中90機に及び、F4EJ 改めとなって日本の空を防衛する任務の継続が実施されてきた。航空自衛隊ではこうした理由から延命措置を受けた F4 ファントム2戦闘機ではあったが、西側の陣営内でも先の第4世代の F1 戦闘機5や F16 戦闘機に伴い徐々に姿を消していった。このため本国アメリカの軍関係者などからは、2000年代に入っても実戦配備が継続されていた航空自衛隊の F4 ファントム2戦闘機に対し、一部では驚嘆の声も聞かれていたという。こうした声からも航空自衛隊の F4 ファントム2戦闘機が異例の存在だったことを伺えるが、これが実現できたのは、やはり自国内でのライセンス生産に寄与する部分が大きかった。消耗する部品類を自前で調達し続けることが可能だったからこその快挙だとも言え、この点やはり兵器のすべてをアメリカとはいえ外国に依存することの危険性も示唆していたと言えよう。現在最新の F-35A ステルス戦闘機についても調達コストが下げられるとの理由で、一旦日本国内で行っていた最終組み立てを止め、完成品をそのまま輸入するだけになると報じられていた。しかし、工程の見直しなどでコストダウンが図られ、これまで同様に日本国内での組み立てが継続されると整ったことは、個人的には歓迎すべき事態だろうと感じられた。折しも F2 戦闘機の後継機問題でもかなり厳しい状況の中で、未だ国産化の試みを模索している防衛省の姿勢は、その意味においては正解だとも言えそうだ。もう一点、F4 ファントム2戦闘機について感慨深いのは、同機が複座式の機体であり、操縦者とナビゲーターの2人組で運用される戦闘機であった点だ。その後の戦闘機は、コンピュータ制御の著しい進化とともに、操縦者のみが搭乗する探査が主流となり、天津さえ、今後は無人戦闘機の実用化さえ予想される事態を迎えている。人間が、その持てる五感のすべてを駆使して、個々の技量によって勝敗が左右されうるという、アナログでありながらも人間が主役であった最後の存在が F4 ファントム2戦闘機だったのかもしれない。F4 ファントム2戦闘機の存在は今後も20世紀を代表する戦闘機として色あせることなく、今後の時代にも語り継がれていくものとなるのだろう。軍事兵器にロマンというのは不謹慎とのそしりを免れないかもしれないが、そうした干渉すらをも与えてくれる名戦闘機こそが F4 ファントム2戦闘機だと感じてやまない。